芸術の秋ホロライブ美術大学芸術の秋来た芸術の秋でござる。こんにちは、ホロライブ美術大学芸術学科教授の常闇太と申します。どうもホロライブ一期生のスーパー芸術家アキロゼこと秋ローゼンタールです。ホロライブ6期生ホロックスの用心棒侍の風間いろはでござる。学生諸君、本日の授業内容になりますけれども、ホロライブインドネシアの画伯たちから届いた作品をどんどん見せていくので、学生諸君はタイトルを当ててください。楽しみだな、どんな絵描いてくるんだろうね。どういうのが飛び出してくるのか、ちょっと不安もあるけど結構想像力を豊かにして見ていかないと作者の意図はね、汲み取れないんじゃないかなと思いますね。受け取るやセンスも必要ってことですね。そういうことです。あなた天才ですね。ということで、まずはね、クレイジーオリー画伯から届いております、こちらです。え、これ何？この作品のタイトルをね、考えて当ててください。分かった人からね、どんどん答えてくれればなと思います。なんかちょっととあるものが浮かんだんだけど、気になるところがいくつかあって、白いモヤモヤが出てるのが何を表してんのかなって思って。いや、この白いモヤモヤに気づけるあなたは本当にすごいでしょ。これもう当てちゃっていいですか？あ、もうどうぞどうぞ。はい、どうぞ。取れたての心臓。あー、でも近いですよ。観点としては取れたての心臓っていう、それはものじゃないですか。もの、もっとなんて言うんだろう、概念というか、もうそっちなんですよ。概念みたいな。あ、待って分かったかもしれない。ピンポンピンポン。ほかほかのハートとかじゃない？うわー、結構いい。惜しい、超惜しい。ほかほかを変えてください。もうなんかほかほかがなんとかじゃなくて、もうほかほかを言い換えるだけでいい。あったかい。やった、嬉しい。この作品のタイトルはあったかいでした。なんとね、オリー画伯からビデオメッセージが届いているので見てみたいと思います。こちらはあったかいって言います。秋は暖かさが最も恋しい季節です。ぬくもりはハグのようにいろいろな形でやってきます。でも、もしハグする人がいなくてもそれは大丈夫。ぬくもりはシンプルだから、温かさはどこからでも手に入ります。例えばさつまいも。さつまいもです。さつまいもだったのこれ。やっぱすごいなぁ、おりちゃんのね、すごい。そして最後にね、さつまいもで持ってくるあたりね、分かってんなぁって感じでござるな。では、ほぼかなえる画伯の作品です。個人的にかなりやっぱ変わった感性持ってるなって思うところが結構あって、はいはいはい、風間たちには想像もつかないようなギラギラビカビカのものが来るんじゃないかなと今勝手に頭の中で想像してるでござる。じゃあ実際に見てみたいと思います。では、コボ画伯の作品がこちらになります。はい、全然ギラギラビカビカじゃないねなあ、やっぱり色味がすごく白と黒でできて上がってるから、人から出た汚い部分の中絵柄みたいな。あきくん、いい感じかもしれない。そういうなんか広い心は。でもなんか右上から若干光当てられてません？あー、影の陰影がすごいね。あ、わかった。希望を求めて。あー、まあ、近いわ近いわ。この作品名のじゃヒントを出したいと思います。なんとかのためのなんとか。最初の〇〇はその背景部分って感じだね。背景部分のなんとかのためのその黒いモヤみたいな感じだね。先に進むための試練みたいな感じなんだよ。あー、なんかめっちゃいいよ。でもめっちゃいいよ、めっちゃ良くなってる。自分がさ、身動きできないとこから光のある外に出る時って何になる？自由になる。うわー、自由になる。いろはくん言ってください。自由になるためのそこまで合ってる。ための試練。うわー、惜しい。真ん中のこのモヤなんだめっちゃ大ヒントしよう。
もやとファイティングですね。はい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 、自由になるための、はい、戦い。あ、正解ですね。いいです、いいです。やったすごいテーマが大きいですね。壮大すぎる。コボ画伯からメッセージが届いておりまして、まあ、タイトルに全てが込められているので、うん、説明は必要ありませんとのことでした。かっけーかっこいい。まあ、多くを語らないってことですよね。ヒントを出すにもめちゃめちゃ難しいっていう。レスピアゼータ画伯の作品になります。ゼータちゃんの絵をまだ見たことないかも。かわいい動物さんとか描いてそうなイメージあるでござるな、うん、猫ちゃんとか描いてそう。かわいいの好きなイメージね。ではゼータ画伯の作品がこちらです。はい。え、かわいい、かわいい、こえ、かわいい、ガチこえ、誰かの闇の部分を感じざるを得ない、ね、なんか渦巻いてるでござるよな、いろんな感情が。なんか鳥みたいなのいるでござるよな。ほら、あ、動物はいるね。リスみたいなのもいる。鹿みたいのもいる。いる。意外にシンプル。あー、故郷。あー、いや、めっちゃ近い。リスを見て、何か思いつかないですか。待って、いるぞ。わかりましたか。ということは、もしかしてインドネシア。うわー、でもね、すごい近くなりましたよ。インドネシアをじゃあ描いていたとしましょう。この目みたいなやつは多分みんなゼータのことを見守ってるよみたいな、そんな感じなんじゃないですかね。なるほど。親友。うわっ、近いです、近いです。なんだあのポジション。家族。それを英語で言ってください、どうぞ。ファミリー。正解。すげえ。すごい。データ画伯からビデオメッセージが届いているので見てみましょう。私が描いた絵は私と一緒にいる時の可愛いホロライブ ID の皆さんです。かわいい、ね、素敵な人たちと家族のように仲良くしている、その作品のタイトルはファミリーです。この絵に描いている目はホロ ID の皆さんを大切に見守っている私の眼差しを表しています。あ、私だったね。ゼータちゃんの目だったんだ。どうなんだ、何か問題でもみたいなテイストで可愛く語ってるゼータちゃんとこの絵のギャップに、なんか頭がおかしくなっちゃう。わかる。じゃあ、せっかくので先生、そしてアキ先輩、風間の絵も見てほしいでござる。オッケー、カモンカモン。描いてきた作品はこちらです、はい、お、かわいい、かわいい、うまっ。いや、めっちゃかわいい。これ A ちゃんだ。これは本当に素晴らしい作品ですよ。これもう一緒に言っても正解するレベルじゃない。確かに。じゃあ、いきますよ、せーの。焼き芋を食べる、食べる、A ちゃん。正解です。イエーイ、私はね、やっぱりそのいろはくんが何を伝えたいのか瞬時に判断をすることが可能でしたということがここで証明されました。いや、さすが教授。とも教授、はい、私の作品も見ていただけないでしょうか。全部で3作品用意しました。え、すごい。どん、待って、待って、え、ちょっと待って、率直な意見一つ言っていいですか。めっちゃ上手くなってね、これ。こちらの作品にかけた時間教えていただいてもよろしいでしょうか。4時間。めちゃめちゃかかってる。タイトルも分かりやすいんじゃないかなと思うので。これ温かいですよね、この作品も。あ、これ、あれ、なんかリープしませんか。これはズバリ、食欲の秋。え、すごい。なんとか芋、なんとかに、なんとかましたみたいな。某狩りをするゲームなどでお肉を焼くときにね、あの、言うこともありますよね。あ、まさか。焼き芋、上手に焼けました。あと一声、焼き芋もちょっと、秋の手っぽい感じに。秋芋上手に焼けました。正解。あと2つ、これはね、割とシンプルにそのまま見て名前が当てられるんじゃないかな。あ、わかった、わかった。はいはい、ちょっと答えていいですか、はい、マジで当てていい。はい、どう、先生。お待たせ、シマウマ。あー、ダジャレじゃねえか。
ちゃんどうです、一番左のやつはしょっぱいものかな。あ、待って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 、分かったかもしれない。あ、ひなちゃん何、ベーコンハムスター。あー惜しい。お待たせしまうまは、まあ、親父じゃないけどハイセンスのギャグから生まれてますよね的な感じでいくとハムハムスターハムあ、待って、分かった分かった分かったかも。生ハムハム成功生ハムを巻いたハムスター生ハムハムです。私はね、アキくんの成長に今驚きを隠せないですホロライフ美術大学、今日の授業どうだったでしょうか。 ID 組の芸術性の高さにまずびっくりをしたの間違いない。今日ね、あの見せてくれた作品結構好きでしたよ。ちょっとグッズが目指そうかな。やめてください、やめて。なんでよ、なんでですか。はい、それでは皆さん次回の授業でまたお会いしましょう。芸術は、まあ